はい、皆さんこんにちは。レクセン人講師の横溝です。本日はですね、いよいよ10月1日からダウンロード無料でできることになっているわけなんですけれども、横溝トレーニングバツ足コレクションというですね、iPhone のみなんですけれど、スマートフォンのアプリですね、それのご紹介です。で、今回は、今私も手元に持っているんですけれど、普段 iPhone ユーザーではないんですけどね、今回は特別にちょっと貸していただいて、使ってみたいと思いますので、今こうね、画面が出ていますが、おこれですね、バツコレって可愛い名前のものがあるので、そこを押すとトップに私が出てくる、そういう感じですね。上見ていただいて、この画面上見ていただくと、一応分野別に人権1、2とか統治とかって、ここが判例知識とかを聞くような問題が中心に入っているところですね。あと条文はもう1条から99条までを条文順に、3つに区切って入れてあるっていう、そういう話になります。で、例えばその中で、条文のところをちょっと開けてみましょうか。それぞれ問題のところに、該当する条文番号もこう書いてあったりはしますので、それでやってみたいものを選んでみていただくといいかもしれないですね。そうすると、そこに問題が出てきます。これブルーの字になっているところが間違いの候補ということになってます。だから正しいところを選ぶとちゃんとそれは正解だよって話になるし、間違ってるところを選ぶと不正解だよっていうのが出てくるということになりますか。例えば適当にちょっとタップしてね、ピッと押してみると、あ、正解だっていう、そういうような話ですね。正解の場合は正解おめでとうみたいなものが出てきて、ちょっと自分でこれじゃあ誤ってる内容だから正しくするにはどうしたらいいのかなって考えながら、解説っていうのを見ると、そこにちゃんと正しい内容が出てくると。で、間違いのポイントなんかは黄色でマーカーがついてたりするんで、そこは分かりやすいかなとは思いますね。一箇所間違ってるっていうパターンもあれば、問題によってはね、問題によってはって感じですが、人権の判例問題のね、問題10番とかその辺適当にピットをしてみますけれど、こうやってこれ判例問題ですね、存続殺の問題だったりしますけれど、何箇所かこうブルーの字があるでしょう。でしかもその中で、1箇所じゃなくて2箇所間違ってるところがあるみたいな問題もあります。それ押すとやっぱり正解だっていうのが出てきたりします。もちろんこれね、あえて違うところを押していくと不正解っていうのも出てきますからね。だからこんな感じで、正しい間違ってるっていうので自分で、しっかり見ておく。でもう一回この問題見たいなと思ったら、右上にチェックっていうのがあるんで、それをピッとやっていただくと、トップ画面のところで実はチェックされた問題だけがチェックって欄があるでしょ。そこを押すと今チェックした問題が出てくるということになってますね。それからミスってところを押していただくと、間違えた問題が実は出てくるということです。これね、いっぱい間違えてるのは私じゃないんですよ。これを使ってる別の人がやたら押しては間違えてっていうのを繰り返したっていうね、懲りない人がいるので、誰とは言いませんけど、だそれがその原因でも随分間違えてるねっていうことになりますけれど、そんな感じです。その他進捗状況が出たりとか、いろいろと機能がついてますので、ぜひダウンロードしていただいて、これ無料っていうのはなかなかすごいなと思います。全部で300弱ぐらいの選択肢が入ってるはずですし、特に試験直前だったら条文のところはかなりね、使えるんじゃないかなと思いますから、ぜひ活用してみてください。ということで、今回は、横溝トレーニングバツ足コレクションというので、これね、行政書士試験向けって形で作ってはいるんですけれど、例えば公務員の試験であるとか、
憲法が入ってくるようなその他の試験の方向けにも司法書士試験でもいいかもしれませんね。あの憲法が試験問題に出てくるようなその他の試験でも使えるんじゃないかなと、いや使っていただきたいなと思ってたりしますので、もし興味あったらそういった別の試験を受けている方でもダウンロード無料ですので試しにねしていただけたらいいかなということです。はい、ということで10月1日です、いよいよダウンロードスタートということになりますので、ぜひ、使ってみてください。